大都市駅は山口県山口市浅田にある西日本旅客鉄道山口線の駅。1908年10月15日に大日本軌道山口市写真町駅山口駅間の開通と同時に当時の吉木郡大都市村の玄関口となる大都市駅として開業。大日本軌道時代は現住所の東側に駅が設置されていた山口線大都市駅を 山口川の踏切から望む。山口新山口間では当駅でのみ交換可能。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅。駅本屋は上り線側にあり、そこから古線橋がホームの増田寄りにつながっている。新山口駅管理の無人駅であるが、駅舎内に自動券売機が設置されている。山口線の新山口駅山口駅間では、 唯一列車交換が可能な駅であるため、快速、SL 山口号や特急、スーパー沖が運転停車を行う場合がある。また、かつての貨物用の側線には、保守機械が時折留置されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。旧大都市村の中心地区にあたり、 古くからの住宅と都市化進展に伴い建設された新興住宅が混在する地域である。ありがとうございます。